ロベルト、久しぶりじゃないか。お久しぶりです、バルバス監督。日系人の君には悪い。すごい自信ですね。天才ディアスがいる限り負けるわけが。まあな。しかし、日本を大空翼を甘く見ない方がいい。大空翼。ええ。彼は私の教え子で、な、そして翼もディアスと同じく、もし日本が負けるとしても。ロベルト。じゃあ。ああ。監督、今のは誰です？ロベルト本郷、元ブラッ。彼は日系人でね。今日の日本の10番。ああ。おっと、そろそろ。よし、みんな聞け。今日から決勝トーナメントに入る。だがそれは我々ももちろん。はい。ではミーティングに入る。今日の相手アルゼンチンは、一言で言えば、彼が中盤を支配し、味方にパスを配しな、他の選手は皆ディアスの。つまりディアスを抑えることがアルゼンチンを抑えることになるんだけど、特に彼のドリブルやアクロバティックな、たとえ複数の選手をマークにつけても。ディアスはチームの絶対エース、翼。はい。君が中盤を抑えればディアスは動きを封じ、この試合託したぞ。はい。美咲、翼のフォロー。はい。俺はこの3年間ロベルトが残してくれ、今日の相手ファンディアス。俺のサッカーは。みんな、決勝トーナメントが始まる今日からが、相手の日本は予選でイタリアやオランダといったヨーロッパの強豪を倒してきている。だが恐れることはない。ディアスが中盤、予選リーグ最終戦、我々が宿敵ブラジルと引き分け、特殊こちらのトーナメントの山に来てよ。だからこそ必ず決勝まで勝つ。はい。ディアス、調子はどうだ？前の一試合休ませてもらったからな。もう早くボールを蹴りたくて仕方ないんだ。今日は初っ端から飛ば。今日も頼むぞディアス。任せとけって。貧しかった俺たちがストリート。あ、俺とパスカルがいればアルゼンチンは無敵さ。ジュニアユースワールドチャレンジ、その初戦はアルゼンチンの主役はもちろん、予選リーグ、技術と速さを兼ね備えたドリブルや、今日の試合日本が勝利するには、その役目を担うのはやはりサッカーの天才対天才。そ、えい、日本の10番、お前のロベルト本郷仕込みの。ロベルトを知っているのか君は。うちのバルバス監督はロベルト本。今日も。ああ、スタンドで。この試合。俺、もう。どうしたの翼くん。ロベルトが。え？
待たせしました。ついに激闘の火蓋が切られます。待望の一戦を迎え、試合前からこの盛り上がり。全日本対アルゼンチン、ここスタークラウンスタジアムは興奮のるつぼと化しています。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情、緊張の面持ち。選手たちがこの一戦にかける思いがこちらにも伝わります。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームサイド、全日本4人で中盤を構成する形になっています。我らがキャプテン翼くんを筆頭におなじみのメンバーが揃っています。熱きチームスピリットと勝利への執念はどのチームにも負けません。そしてアウェーサイド、アルゼンチン攻守にバランスの取れたフォーメーション、南米の強豪チームです。なんといっても注目は10年に1人の逸材と言われるキャプテンディアス君。彼のプレーからは一瞬たりとも目が離せません。いよいよ試合開始です。ロベルトがこのスタンドのどこかに。試合中に考え事は良くないぜ。ボールはもらうぜ、10番。もらった。して振り切った。もらった。クソだね。鋭いスライディング。お前なんかねえじゃないぜ。見せてやるぜ、俺の力。なんとアクロバットな動きだ。ヘッドシュートに行った。このボールに飛びつく。キーパー反応するも決まった。やったぞみんな。ショートにボールを射抜いた。ディアス君、側転とバッテンで勢いをつく。なんというアクロバ。スタンドでロベルトが見てるんだ。なんとか挽回しなくちゃ。次々にかわしていく。よっしゃ。おっとフェイント。よし、キューガ君邪魔だ。連続突破で見せます。見たか。シュートまで持ち込めるか。レオタイガーショット。キューガ君このシュートが持っている。キューガ君このシュート、これを決めなきゃストライクだね。邪魔だ。キューガ君激しいタックル。鮮やかな接点で突破。前転で強風。そら鮮やかな前転で突破。チャージが決まった。そら絶妙な連携プレーを。さあ行くぜパスカル。俺たちのコンビは止められないぜ。ここは抜かせません。翼くんここで止めて。どうだ。キューガくんセンターラインを越えて攻め込む。どうだ。パントキック、どこまで運べるか。このパスをカットします。ミラベル君ここは抜かせません。キラスカル君素早く横に変わる。チャージが決まった。ディアス君ボールを狙うも届け。スライディングで止めた。パスカル君センターラインを越えて攻め込む。鋭く足を振り抜くシュート。これは正面から抑えに行く。取った。まさに鉄壁の守り。パントキックで大きく蹴り出した。パスを受けた。あっという間に前半も15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。スライディングで止めて。鮮やかな前転で突破。ボールは友達渡しません。前転で通した。ゴール前に持ち込んで体ごとぶつかっていった。俺が世界一、俺が天才、ファンティアスだ。鮮やかな前転で突破。シュートを放った。ガルトール君ゴールを守った。パントキック
どこまで運べるか。あのとぶつかっていった。やった！ルゼニ君、ここは逃がせません。素早く横にかわす。こいつが決まった。鮮やかな前転で突破。これは南米式のドリブルだ。ほら、チャンスが決まった。体ごとぶつかっていった。どうだ、グレー君、激しいタックル。スライディングで止めた。鮮やかな前転で突破。さあ、ゴール前です。渾身の力を込めたファイヤーショット。横飛びで鋭く反応。これは見事にキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。この位置で攻守交代だ。ルゼニ君、ここで止めた。体ごとぶつかっていった。スライディングで止めた。もらった。パスを回す。いくぞ澤田君。その程度か。激しいタックル。鮮やかな前転で突破。スライディングで止めた。天神へ攻め込みます。澤田君、このスライディングが決まった。時計はすでに30分を示しています。前半も残すところはあとわずか。アルゼンチン、キャプテンのこの天才的プレーを見せてくれるか。ディアス君、強烈なシュート。ゴールはエース。まさに主婦、若林源三。よし、見せてやるぜ俺の力。側転、バク転、バク転フロー。ミラクルオーバーヘッドだ。キーパーごと押し込んだ。貴重な勝ち越し点を挙げました。ディアス、このままだと。ああ、そうだな。みんな、前半はここまで来た君たちなら。はい。翼くん、ディアスとの強いよ。彼はやっぱり俺の力じゃ。翼くん、僕やみんなが後ろでかな。美咲くん、そうだ。うん、翼くん、試合をこちらのペース。後半は前半以上にディアス、うん、君もディアスに負けないサッカー。ああ、アメリカに来てからこれまで強敵だから、今日もそうでなくては。さあ行こう。みんな、みんな前半はよくやった。はい。それでディアス、どうってことはありませんよ。ただただなんとなく感じるんですよ。あのロベルトの言葉が当たっているならディアスなら大丈夫。ええ、任せてください。ディアス、アルゼンチンゴールデンコンビなんていい。気にするな。パスだって、俺は10年に俺のスピード技についてくるあの10番ディアス。でも大丈夫だよみんな、アルゼンチンの勝ちはもう決まって。ディアス、良くも悪くも彼のノリ一つで。ハーフタイムを終え、両チームの日本でのライバルたちは、そして世界もその最強の敵の一人。行くぞディアス、君との対決を制し。日本の中盤、もしかするとお前も。しかし天才と呼ばれる世界ナンバーワンプレイヤー、お前との対決を制して、俺の新しい必殺シュート。後半も勝負だディアス。久々に楽しくなりそうだぜ。激しいタックル。スライディングで止めた。もらった。それだ、ここは無駄せません。ルゼリ君、スライディングでカット。そら、激しいタックル。ここは抜かせません。鋭いスライディング、パスを出します。かわして振り切った。パスカ君、
ここからチャンスを作れるか。体ごとぶつかっていった。ここは抜かせません。ブラウン君絞って早く横にかわす。これが本物だ。ここでタックルも決めた。そらは世界で戦うのはけれど、みんなに力をもらって行くぞアルゼンチン。これが俺の新しいドライブシュートだ。すごいシュートだ。今までのドライブシュートとは違う。スタークラウンスタジアムの上空に羽ばた。やったね翼くん。やっぱお前はすげえぜこっちくしょう。ありがとうみんな。やったな翼。ヒューガくんのおかげだよ。あのブラックボールで俺はドライブシュートを打つとき、ドライブ回転けれどそのフォームと。そうか。うん、だから 100% のキック力のフォームで、それが今。何を言ってる。美咲くんや石崎くん、俺は自分を見失。さあみんな、おう。かわしてくれた。もらった。激しいタックル。もらった。3点でかわした。鮮やかな前転。ここは前転でかわした。うわ、ボールは友達、渡しません。シュートまで持ち込めるか。後方ファイヤーキック。ここだ。横っ飛びで鋭く反応。ガルトーニ君、これはキャッチできない。さあこの位置で受けた。どれ、攻めすると見せかけてパス。ガルトーニ君ゴールを割らせません。あとドリブルを見送る。パントキックで大きく蹴り出した。リアス、攻めずにパスを出した。ソーダ君、激しいタックル。ドリブルでボールを運ぶ。翼君、ボールは友達、渡しません。センベロ君、スライディングでカット。アルゼンチン、よし行くぞディアス。ジム君、激しいタックル。パスを出します。翼君、これは何で引き落としボールは友達、渡しません。空中でぶつかり合う。翼君、この対決をものにして。ガルトーニ君、ゴールを割らせません。パントキック、どこまで運べるか。翼さん、ワンタッチで送る。ボールを奪った。ディアス君、前転でかわした。ディアス君、タックルも決めた。翼君、ボールを奪うことができません。チャージが決まった。ヒューガ君、ダイレクトのパス。それ、これで横をすり抜けた。それ、敵陣を切り裂く。行くぞ翼君、ボールは友達、渡しません。俺の次に合わせて。今、俺のさらに凄まじくシュート。懸命に取れた。そのまま押し込んだ。ゴールを奪えないキーパーなんていない。なんだそれ。パスカル君、横にかわしてきた。体ごとぶつかっていった。前転でかわした。鮮やかな前転で突破。前転でかわした。こいつだ。あったぞ。奪い返した。よし、あれ、トラスを出します。ここは抜かせません。ボールを奪った。激しいタックル。前転でかわした。ガルベル君、ボールダッシュ成功。ディアス君、ここはパスを出した。行け。ディアス君、すごいドリブルで抜き去る。チャージが決まった。ディアス君、鮮やかな前転で突破。おっと、コース交代だ。ドリブルと見せかけてパス。
絶妙な連携だ。一番を見せつけるか。ここでワンツーパス、スペースにパスを出した。ここでスルーパス。さあ、翼くん、ゴール前に持ち込むな。体ごとぶつかっていった。よし、おっと、攻守交代だ。それ後半もすでに30分が経過。ここからゴールが生まれるのか。そんなものか、10番。あっと、ここは2人で仕掛けてきた。パスカルくん、スルーパスを狙う。ボールがタッチを割りました。スローインでのリスタート。あれ、ほら、チャンスが決まった。パスカル君、センターラインを越えて攻め込む。パスだ、シュートだ。こ、劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。この勢いで優勝まで勝ったぞ、つばさ。僕たちは勝った。喜びの日本イレブン。みんな、そうだ、みんなが力を合わせれば俺たちのサッカー、 J ボーイズサッカーは立派に世界に通用するんだ。やったぞ。負けた、この俺が。負けちまったな。世界ナンバーワンになる男、ファンティアス、その傷をつけた男。へい、10番ディアス。名前を教えてくれ。翼、大空翼だ。翼か。うん、その名前、お前との一対一に負けるなんてな、思ってもなかった。知った顔だから。それじゃあ頑張れよ、翼。準決勝も決勝も。うん、今日は俺の負けだけれど、いつか必ず。翼、お前は本当に成長したんだな。キャプテンとして、ゲームメーカーとして、俺はお前とのあの別れの、そしてお前はそれを忠実に実行し、それに今日見せたあのドライブシュート、あれは俺がいなくても。ロベルトさん、片桐さん、今日の試合分かったけど、これで満足していたら世界一の選手にはなれない。このスタジアムのどこかで。翼くん、美咲くん、ロベルトのことだけど。うん、リアスが。それなら片桐さんは代表のことで、もしかすると。そうか、ありがとう美咲。夜は必ず宿舎にいるはずだ。うん、なあなあ、この試合どっちが勝つと思う？なんだよ、当たり前の予想。仕方ないよ。フランスは全試合で4得点。フランスはどちらかといえば守備が弱点で、ピ、その守備がジャンの加入で安定したから。うん、ジャンのおかげで。これは
前半15分、ここまで早く追いつきたいウルグアイ。ボさあ、そのビクトリーノ君にボールが渡った。南米の黒ひょうの異名通り素晴らしいスピードで1点くらいすぐに追いつく。あと、そのビクトリーノ君にフランスの選手が肉薄。これはジャン君だ。何、この俺のスピードと互角だと互角などであるものか。消えた。こっちだ。何、あと、ジャン君ビクトリーノ君からボールを奪った。あいつトップスピードのまま、すぐ。さあ、再びビクトリーノ君にボールが渡った。フランスのディフェンスも柔らかなボールタッチの、そのビクトリーノ君に。今度はテクニックでしょ。好きにすればいい。あっと、ビクトリーノ君再びジャンク南米のテクニックとはこんなものか。バカだ。ピエール、ジャン君すかさずピエール君にパスだ。行くぞナポレオン、エッフェル攻撃だ。おう、これはピエール君とナポレオン君の素早いパス交換。ウルグアイ守備、ピエールここは譲ってやる、決めてやれ。行くぞ。決まった。フランス電光。あの二人のコンビネーション。うん、ナポレオンはシュート。それにしてもピエールにあんなシュートが。あのシュート、ゴールキーパーの直前で落ちたように見えた。多分ドライブシュートに。ドライブシュートは回転をかけながら上に上げることを意識して打つんだけど、あのシュートは回転をかけながら。なるほど、ドライブ。ここで試合終了。フランスウルグアイを圧倒。この試合特に大会屈指のフォワードビクトリーノ君に全く仕事。今大会無失点のフランスの守備を取り仕切る、まさにフランスの盾とも呼ぶべき選手です。次はフランスか。分かってはいたけど。どこが来よ。ピエール、僕をそのために早く。ミサキ、次はいよいよ君との対決だ。楽勝楽勝、あくびが出るくらいだぜ。なあピエール。しかしキャプテン、スライダーシュートとエッフェル攻撃を見せてしまったが。構わんさ、これまでの俺たちだったら確かに温存すべき。そうか俺の世界。どうぞ。翼に岬じゃないか。ロベルトがこのスタジアムに来てるんです。片桐さんはこちらでも。翼、どこでそれを知っ。実は。なるほど、そう。ロベルトさんがアルゼンチンのバルバスか。じゃあ。ああなら、翼くん。それについては私も。そんな。それはロベルトが。ロベルトさんも悩んだ末の苦渋の決断。それでまだこの島だが、監督を務めているジュニアチームがアメリカの別の州の市。今晩ですか。ああ翼くん、今なら。ロベルト、翼くん。俺どうして。あ、そりゃ本当は会いたいよ。でも今俺はこの代表。翼、それに何よりもロベルトだから、俺もずっとサッカーを続けていけば。翼くん。翼、待っていてくれ。ヘルナンデスが出場するって。
指を骨折してるって話。それでも痛み止めを打ってテーピングでガチ。けど一歩そこまでして。それだけチームに欠かせない、特にあのルチアーノがヘルナンデス。さあ開始から攻めるブラジル。カルロスク、ヘルナンデスくん、ナイスセーブ。カルロス、惜しく。あれでいいんだ。ヤツの右腕を砕いて交代させる。それがこの。さあイタリアの反出た。ここでルチアノ君の必殺シュート。あと軽重力君、このシュートをがっちりとキャッチ。何？俺のシュート？君みたいなファンタジスタと戦う。俺もゴールキーパーのファンタジスタを目指しているからね。ゴールキーパーが？そうだよ。と話してる場合じゃないね。行くぞレオ。ああ。ボールを受けたリベロのアルベルト君、レオ君と共に前線へ上がる。くらえ。アルベルト君、遠目からの強烈なシュートだ。負けるか。ヘルナンデス君、これもくす。だがこぼれ球がカルロス君の。くそ。とどめだ。ついに決まった。カルロス君のシュートが。あっとヘルナンデス君、くそ。くそ。このどうやらヘルナンデス君、ここでこ。いかに実力者とはいえ。みんなこれでイタリアの戦力を。だからといって気を抜かず。あ、ここで試合。ブラジル、イタリアを大差で下しベスト4に。守りの堅いイタリアといえど控えの。そして一人攻撃を任されたルチアーノ君も。へ、一方ブラジルは要所でキャプ。これで準決勝。ブラジルが勝ったか。案の定ルチアーノも。それにしても拳が砕けてもゴールを。翼くんから見てカルロスは相変わらずすごかったし、やっぱり彼らは。僕たちにそんな余裕は。つまり本。その本気のブラジルと戦うのは俺たちも。けよしやるぞ。どうしたつ。ああ、やっぱこの試合もドイツの。アメリカも強いらしいが、さすがにドイツの方が。なあ、アメリカベンチ見て思ったんだけど。そういや俺たちとの試合にも10番の選手も登録はされているが、何でもコンディション。なんかかわいそう。試合、そう考えれば。はい、俺たちハンブルクとの試合で怪我をした時の様子だと。私がドイツの知り合いに聞いたところ、アメリカの医療は進ん。そのハイネが中盤を抑えた。さあこの試合もドイツの中盤を仕切るハイネ。さあさあ観客のみんな、俺の番。今日もハイネ君のドリブルは好調だ。無駄無駄。君ら、くそ、バカにしやがって。みんな行け。おいブレイク、勝手な指示出すな。そうやってすぐに頭に血を昇らせるのは頭の。あとハイネ君、アメリカの。そしてフリーになった。シュナイダー君、エリア内に入ってアズアン君と。くそ、
アズワン君、たんもらった。ドイツ先制点、やはり決め。ゲームメーカーハイネ君とのホットラインは、シュナイダー、あのアズワンからあっさり点を取りやがった。シュナイダーにあの距離まで詰められたら。さあ先制点。お前ら俺にパスを持ってこい。すぐにブレイクシュートで決めてやるぜ。ドイツゴール前に走るブレイク君。何、しかしこのパスは通らない。ボランチのシェスター君がしっかりとカットした。そんな単純な手が俺に通じるものか。カルツ、シェスター君、間髪を入れずカルツ。おや、ここ、そいつを止め。いや、ハイネのマークにつけ。ドイツの中心はアメリカ、ブレイク君。行くぜハイネ。あっとカルツ君、これはパスミスか。ボールはハイネ君にではなく、あらぬ方に飛んでいく。飛んだ下手じゃ。嘘だろ。いや、これはパスミスではない。俺を忘れちゃ困るぜ。てめえのヘディング、行くぜシュナイダー。なに、マーガス君、シュートには行かない。そしてそこにマークを外したシュナイダー。ナイス、マーガス。決まった、シュナイダー。マーガスのパスが、それにハイネにマーク。さすが仕事師カルツさん、声でま、まあな、使えるものは。ほんと、そういうこすいことさせて。うちのドレスデンが最終的にやられたのもカルツさんのパスコースが読めん。試合終了。ドイツ、ま、ハイネ君が中盤を制し、ドイツにとってはリ、そして勝ったドイツの次の相手は昨今大会の優勝候補。おい、アズワ、てめえなん、はあ、てめえの指示、大体そっちこそフォア。何、いや、ああ、こんな試合、アメリカの選手、あれだけボロボロにされるとな。自力の差もあるん、司令塔って。それもあるだろうけどよ、体の大きさはアメリカの方が上回ってたけど、それを生かすは。お前は分かってるたい。それは翼。そうだよな。あ、いや、衰える。どこれで次は複雑だね。いや別に。どうした。あ、いや、なあ、どいてもらう。そうだな。好きにしろ。よし。あのさ。ああ。
ああ。よし！あ、すまん、悪い。ああ、いいや。え、そうだ。ああ、うん、頼む。ああ、よし、ああ、頑張ろう。よし！Huh.